今ので散策しようと思って来てるんですけど、うん、かなりストロングなところに。すごない、うん、あのタワーって何なの？スカイツリー的なことなんだ。だから学校があるから駄菓子屋がいっぱいある。ほんまや、駄菓子屋や。駄菓子屋を焼いております。市場感出てきたな。すごいですね、市場感。これややこしいんだ、洗濯物をしてるってパターンあるから。あ、そうなの。さっきも、うわ、なんか服やかなと思ったらクリーニングやった。あ、そう、そうやったな。あ、ちょっと草薙くん来たんじゃないですか。草薙さんがこういうところの魚ぐらいのノリで引いてるからね。多分お供え的な何かをここで買うんでしょうね。完全に地元密着みたいなとこ来てもらったもんな。すごいよ。肉もこのままです。猿の声みたいな入ってました。猿の声入ってましたね。猿の声みたいな。ちょっとファミマを入ってみよう。さっき行ったファミリーマートでなんかブーさん、まあ、ブーさん的なボケはしてる。してるで、なんかこう流行りの人なんでしょうね、うん、タレントさん。かわいいね。マギーあたりでしょうか。これどういう意味なのこれ。3って書いてんねんな。10バーツでした。これ30円です。甘いなぁ。コーラが良かったっすよ。どう、まずい。まずい。多分冷やし飴的な、冷やし飴のまだまだ甘い版。クールハーブティーって書いてんねや。あー、ハーブねー。まだこれで顔だけですからね。よし、ごめん、パイパイ、はい。